鬼の種族は遺伝子の欠陥で女の子が生まれない。そのため女の子を身ごもった妊婦を襲い、鬼の血を混ぜ鬼の子を埋める体にさせる。そして16年後、その子供を連れ去り鬼の花嫁として迎え入れる。私もそうしてここ木ヶ里へやってきた。木ヶ里へ連れてこられ困惑する花嫁たちに、私は自分の昔話を話し聞かせる。彼と出会ったあの時のことを。高槻礼二、私の夫であり私の人生を看取ってくれる500歳を超えた鬼の話を。脱いだ服はここへどうぞ。式の前ですのでここで体を清めます。私逃がしてもらうわけにはいきませんか。私も初めてここに連れられてきた時同じような気持ちでした。私はレイジさんの花嫁なんです。結婚といってもそれは鬼の風習で、人間世界のそれとは違います。あくまで形式的な儀式なんです。鬼にとってはただのお披露目の場、席を入れるわけではないですし、人間は出会って恋をして結婚しますが、鬼は婚姻を交わしてから恋愛するんですよおかしな生き物でしょう。鬼は自分の花嫁にはとても情が深いんです。絶対に無理強いはしません。いませんか？誰かいませんか？誰かいませんか？大丈夫ですか？ここです。助けてください。大丈夫ですよ。
肩につかまってください。ありがとうございます。何があったんですか？私無理やり連れてこられたんです。知らない人と結婚させられそうになって、16年前から決まってるとかなんとか言われて、それで逃げ出してきたんです。もう怖くて怖くて。怖がることなんてないですよ、萌衣さん。結婚式の前の日に逃げ出しちゃう花嫁なんて聞いたこともないわよ。部屋がめちゃめちゃよ。全部あんたのせいだからね。誰が掃除すると思ってんのよ。今度暴れたら承知しないからね。話してよ。私結婚なんてしないんだから。私だって認めてないわよ。どうしたの、リオリ。また逃げようとしてるよ、この女。私おじいさんと結婚したくありません。おじいさんじゃないです、レイジ様です。でも400歳とか500歳だなんて、そんな化け物のようなおじいさん嫌です。化け物じゃありません、鬼です。私まだ16歳ですし、いきなり結婚なんて言われてもそんな簡単に受け入れられません。そう思われるのならレイジ様に直にお話しなさればいいじゃないですか。とにかく式だけは挙げていただきますから。あの、お話ししたいことがあるんですが。ご存知かもしれませんが、私昨日16歳になったばかりなんです。だからまだちゃんと恋愛もしてなくて、それなのにいきなり結婚なんて言われても困るんです。お父様とお母様がお約束をしたことは伺っております。しかし私はそんな話受け入れることはできません。あなたのことを何も知らないでこんな話するのは大変失礼なことなんですが、やはり私は自分の選んだ方と将来を共にしたいと考えています。身勝手なお願いかもしれませんが、どうぞご理解ください。おじいちゃん、席はこっちですよ。遅れてすみません、萌衣さん。あなたがレイジさんなの？はい。
落ち着いてください。それ以上先には近づかないでください。しかし私たちは結婚したんですよ。形式だけと言ったじゃないですか。それに私はあなたと結婚するつもりはありません。しかしその旨の刻印がこれがずっと前に交わされた約束であることを示しています。萌木さんは私の花嫁なんです。知りません、約束なんて。大事なのは二人の気持ちじゃないですか。鬼は結婚してから恋愛をする生き物なんです。人間とは違うんです。ですから今夜からお互いの気持ちを確かめ合っていけばいいじゃないですか。確かめ合うって？ちょっと何してるんですか。確かめ合うんです。やめてください。確かめ合わなくてもいいです。わかりました。今日はここまでにしておきましょう。今日も明日もお断りします。私は書斎で寝ますので何かあったら呼んでください。もしもし、私。あら、萌木、どうしたの、こんな時間に。どうしたのじゃないわよ。どういうことよ。どういうことって？私、結婚なんて絶対しないからね。なんで？レイジさん素敵な方でしょう。あなたが生まれる前からの約束なのよ。それはお母さんの約束でしょ。とにかく、私は絶対認めないから。まあ、ちょっと変わった出会いかもしれないけれど、お母さん、レイジさんは悪い人じゃないと思うわよ。もういい。お父さんに代わって。お父さん。萌木。お父さん。萌木、そっちはどうだ。お父さん、迎えに来て。私帰りたいの。まだ着いたばかりだろ。なんでそんなこと言うんだ。だってさんのことだってまだ何にもわからないだろ。ただの変態よ。そんなはずないだろ。レイジさんは優しい方だよ。お父さん、お願い。じゃあこうしよう。夏休みまでおばあちゃん家に行ったと思って暮らしなさい。それでどうしても嫌だったらお父さんから相談してみるよ。あと一月もあるじゃない。くらいは我慢しなさい。分かった。でもそれ以上は無理だからね。分かった分かった。もう今日は遅いから寝なさい。うん。おやすみ。おやすみなさい。まで寝てるつもり？着替えて着替えて。私学校行くの？当たり前でしょ。あんたここでくっちゃんでするつもり？あんた一応16歳の高校生なんでしょ。まあそうだけど。似合いますね、制服。私、あと一つ着したらここを出ていきますから。どういうことですか？昨日父と話しました。とりあえず夏休みまで我慢するって。これは困りましたね。
困っているのは私の方です。今日からこのクラスに転校してきた佐原萌木くんだ。佐原萌木です。ここには1ヶ月ほどしかいませんが、よろしくお願いします。まあみんな仲良くしてあげような。じゃああそこの席に着きなさい。はい、じゃあ今日は103ページ開いて。レッスン出るな。ああ堀川、佐原に教科書見せてやれ。Not so long ago. やるよ。え、いいんですか？お前か、レイジの花嫁って。なんで知ってるんですか？俺も鬼だからな。話は聞いてる。暴れて逃げ出したそうだな。そんなにここを出たいのか？まあ1ヶ月したら本当に帰りますけど。変わってんなお前。いないってどういうこと？どういうことって、私帰るんです。結婚なんてしません。なんで？相手がレイジさんなのよ。もったいない。ねえ、何が気に入らないの？何がって、私まだ16ですし。ちょっとすいません。堀川さん、ん？ちょっと聞きたいんですが。何？この学校の方たちってどういう人たちなんですか？そんなこと聞いてどうする？どうするって。ま、大きく分けて、俺やレイジのような鬼と人間と、あとはお前みたいな鬼の花嫁が通っている。でも鬼ってみんな角ないじゃないですか。それは昔話に出てくる架空の鬼だろ。じゃあ架空じゃない鬼って？なあ、人間って何って聞かれて一言で答えられるか？だろ？俺たち鬼だってそう簡単に自分を説明できるわけじゃない。でも。どうでもいいだろそんなこと。気にしたところで何も変わらないよ。どこか悪いんですか？どうして学校にいるんですか？仕事場ですから。仕事場って？私保健員なんです。みんなに紹介しますから中へどうぞ。結構です。
だ萌木か。何よその言い方。前だったら帰ってくるのはレイジ様だけだったのに。帰ってきたらただいまとか言ってくださいね。そしたら顔出さなくて済むから。伝えましょうか。結構ですよ。ゆっくりなさっててください。何か手伝いましょうか。結構ですよ。大丈夫？大丈夫よ、これくらい。なら別にいいけど。何やってんの？見りゃわかるでしょ。掃除に決まってんじゃない。レイジ様の書斎掃除は私だけが担当なの。レイジ様が私をいかに信用してるかってことよ。そうなんだ。もう出てって部屋でプータラしなさいよ。何この絵、気持ち悪い。なんてこと言うの。これはね、レイジ様の亡くなられた花嫁さんたちの絵よ。たち？花嫁さんたち？そうよ。じゃあ私は7番目ってこと？あなたは一月で帰るんだから7番目じゃないでしょ。まあね。私もいつかこの中に入れてもらうんだ。ねえ、あの人のどこがそんなにいいの？じゃあ逆に聞くけど、どこがダメなのよ。これは江戸時代に見せ物用に作られた偽物だな。体は猿で角はおそらく牛だろう。いろんな骨を合わせて作られている。昔は世界中でこういった悪趣味なものが売買されてたんだ。そういや昔お前と見に行かなかったっけ。あれは確か人魚のミイラじゃなかったでしたっけ。そうだっけ。まあ俺たちの先祖がもしこんな姿だったら鬼たちはとっくに絶滅してるよ。これ目立ってしょうがないからな。そういえばこの間頼んだ古文書どうなった。解読しましたよ。昔の鬼が書いた三本小説でした。読みますか。いい。しかし調べれば調べるほど自分たち鬼の正体が分からなくなってくる。それは人間だって同じじゃないですか。だからこそ研究の甲斐があるというものです。お前は根っからの学者タイプだな。いいえ、あなたと同じく鬼の血が絶えないことを願っている善良な鬼の一人だと思ってますけど。それはそうと、カキは見つかったのか。いえ、行方不明です。
あいつは鬼頭なんだぞ。日傘を理由なく不在にするなどおかしなことだろ。お前だってそう思わないのか。彼にも事情があるんですよ。母親が死んだことか。そんなのは理由にならないだろ。あんな奴が鬼頭なんて馬鹿げている。あなたはまだ全鬼頭のなりますにこだわってるんですか。違う、そうじゃない。ただその器が問題だということだ。それが下記の庇護欲を断った理由ですか。そうだ、俺は自分が認められる鬼頭の庇護欲でありたかっただけだ。分かってます。ならいいんだ。どうしたんですか。別に何も。そうですか。はい。別にどうでもいいことなんですけど、ええ、レイジさんって今までで6回も結婚したって聞いたんですけど。そうですよ。そういうことって最初に言うことじゃないですか。仮にもこれから結婚するっていう人に対して。そういうものですか。そういうものですかって、7番目になるかもしれない女性の気持ち考えてないんですか。それって萌木さん嫉妬なさってるんですか。失礼します。お茶をお持ちしました。ありがとう。萌木さんに。レイジ様、お食事のことなんですけど、いつまでお二人分お作りすればいいんですか。もちろんこれからずっとですよね、萌木さん。そうなんですか。私てっきりもうすぐまたレイジ様が寂しくお一人になるのかと思ってました。だってここにいることを納得してない方はすぐに出ていくものだとばかり。帰りますよ。お料理もあまり美味しくないですし。全部平らげた上、ご飯2回もおかわりした人のセリフとは思えませんがね。誰ですか。レイジです。帰りますよ。やめてください。どういうおつもりですか。夫婦じゃないですか。背中流してあげますよ。結構です。まあ、そう言わずに。出てってください。嫌です。では私が出ていきます。萌木さん、もっと素直になりましょう。私すごく素直なんですけど。わかりました。今日はここまでの距離にしておきましょう。楽しそうですね、毎日。レイジさん、辛いことなんてないんでしょうね。鈍感そうですし。そんなことありませんよ。これだけ長い間生きてれば辛いこともたくさんありました。そんな風には見えませんけど。一番辛いことは妻との別れです。一人目の妻は若くして死にました。結核だったんです。当時は医療技術も今ほど発達してませんでしたから。何人かは老衰でしたが、やはり愛する人の死に際は辛いものです。私が鬼の種族でなければ、今頃あの世で一緒に過ごしていたかもしれません。妻に先立たれるってことは何度経験しても悲しいものです。
約束します。絶対に後悔させません。あなた、私が必ず見取ります。そんな先のこと言われても。この先全力であなたを守ります。萌木って堀川君と仲いいよね。別にそんな、ただ席が隣だから話すだけですよ。あかねね、堀川君のこと好きなんだよね。え、あかねさん相手いますよね。でも結婚なんて形式的なもんでさ、そっからは自由恋愛なの。萌木だってそのぐらい知ってるでしょ。まあそうだとは聞いてますけど。でも堀川君も花嫁とうまくいってないんじゃないか。いつも一人でいるし。お願い萌木、聞くだけ聞いてみて。はい。堀川君。ちょっと聞きたいことがあるんですが。何？堀川君の花嫁ってどこにいるんですか？さあ、学校のどっかにいるんじゃない？一回しか会ったことないからさ。なんでですか？うまくいってないんですか？性の不一致ってやつかな。まあ、俺としては他の鬼の元へ嫁いでほしいんだけどな。めんどくさいから。堀川君って変わってますね。お前に言われたくないけどな。それにいつも漫画読んでますし。何読んでるんですか？アーミーマックス。アーミーマックス？どんな内容なんですか？戦争ものの漫画。でも授業中はダメですよ。先生に没収されちゃいますよ。盗まれるんだったら殺す。やっぱり変わってますね。ただいま。お帰りなさいませ。今日はこれで失礼させていただきます。お疲れ様です。いつもご苦労様です。何よ。いおりちゃんってずっとここに住んでるの？悪い？そうじゃなくて、お父さんとお母さんは心配しないの？萌木には関係ないでしょ。懐かしいですね。戦争中によく食べました、スイートン。伊織さんのスイートンがうどんになるにはまだまだ時間かかりそうです。レイジさん。
はい。いおりちゃんはどうしてこの家にずっと住んでるんですか？ご両親は？ああ、いおりさんは私がお世話になってた方の娘さんなんです。その方が奥様とご一緒に交通事故で亡くなられて、それで私が引き取ることにしたんです。そうなんですか。どうかしたんですか？いえ、いおりちゃんはレイジさんのことを単なる親代わり以上に思ってるみたいなんですよ。そうなんですか。レイジさんにとって私よりいい花嫁になれるんじゃないですかね。私の花嫁はあなたです。それに今後いおりさんが私の花嫁になることは絶対にありえません。彼女には私の刻印がありませんし、他の鬼の刻印もない、ただの人間なんです。でも刻印なんてなくたって。萌木さん、この話はもうここで終わりです。そうですか。私もただの人間です。萌木さん、あなたと同じクラスの堀川響のことなんですが、彼とは距離を置いた方がいい。どうしてですか？彼はなんというか少し変わってるんです。確かに変わってますね。そうじゃなくて悪い意味で。もしかして嫉妬してるんですか？嫉妬なんかしてませんよ。私は萌木さんを信じてますから。その若い幹のあたりで小鳥たちが一斉にさえずっています。彼には見えないようですが、鏡の中では渦がうねっています。さて、小鳥たちが一斉にさえずっていますは何を表現しているでしょうか？本木さん。生物の先生変わってますね。そうかな、私は好きだけどな。萌木さん、どうしたの？喧嘩でもした？別に。ただいま。てんの？見りゃわかるでしょ、ケーキ作ってるの。薄力粉が少ないんじゃない？バターは溶かして入れた？うるさいわね、黙っててよ。そんなに私のこと嫌わなくてもいいじゃない。私はただいおりちゃんと仲良くしたいと思って。ごめんなさい。分かってたわよ、レイジ様の花嫁になれないなんて。レイジ様が私のことをそういう風に思ってないなんて、どうしようもないことだって分かってたわよ。私がレイジ様にしてあげられることは美味しいものを食べさせてあげることしか思いつかないの。でも下手なの、どうしようもなく下手なの。私ケーキ作りだけは得意なの。手伝ってほしいなんて言ってない。迷惑？邪魔しないでよね。途中で切れてるな。ああ、そいつをちょっと解読してほしくてな。
何か暗号文みたいだが、こんな資料見たことない。どこで手に入れた？俺の親父は元鬼頭だ。家の中には変なもんがゴロゴロしてるよ。うん。でもお前がこんなものに興味を持つなんて珍しいな。なあ、解読してくれるのかしてくれないのか、どっちなんだよ。もちろんやるよ。ただ古文書の解読はレイジのが得意なんだ。レイジに聞いてみるよ。あいつには俺からの依頼だってことは黙っておいてくれ。どうして？あいつは俺を嫌ってるからな。近いうちに連絡する。頼んだ。堀川君、茜さんに告白されたんですか？うん、されたよ。で、なんて返事したんですか？まあ友達からってことで、今度デートする。そうですか、よかったじゃないですか。よかったって、向こうがだろ。マギ、伊織ちゃん、どうしたの？これ、忘れ物。わざわざありがとう。今日の晩ご飯ビーフシチューだから早く帰ってきてね。萌木が手伝わないと失敗するよ。分かった。じゃあね。なんだあれ、お前とレイジのガキか？そんなわけないじゃないですか。一緒に住んでるお手伝いさんのイオリちゃんです。人間か。分かるんですか？匂いがな、刻印がないから。じゃあ、私にも匂いってあるんですか？うん。どんな匂いなんですか？例えようがないが、あえて言うとかりんとうかな。かりんとうですか。萌木、ちょっといい？うん。どうしたの？今日学校行った時にさ、萌木男の人と話してたでしょ。あ、堀川君のこと？萌木とどういう関係なの？別に変な関係じゃないわよ、勘違いしないで。そういう意味じゃないの。その堀川って人鬼だよ。知ってるわよ。うまく言えないんだけど、なんかすごく嫌な感じがするの。嫌な感じって？なんかこう近づいちゃいけないような。レイジさんと同じようなこと言うのね。確かに変わってるけど、でも外見だけで判断しちゃダメよ。それに本当にただのクラスメイトなだけだし大丈夫だよ。だといいんだけど。これは江戸時代の中期頃のものですね。なんでわかる？思い出せないのですが、何かこういった暗号と関連した書物を前に見た記憶があるんですよ。まあその世界はお前の方が詳しいからな。ええ、何か思い出せないのですが、何か解読できそうか？これどこで手に入れたんですか？倉庫を片付けてた時にたまたま出てきたんだ。そうですか。現代語に翻訳はしたが、それでも意味の通らない暗号のようなものだったそうだ。
何か場所を示しているらしいことは分かった。おそらく切れてしまった前半に具体的なことが書いてあると思うんだろうな。そうか、じゃあ意味ないか。宝の地図かと思ったんだが、せっかく解読してくれたのに手間だけ取らせたね。君とはどうなってんの？最近全然連絡取らないんだよね。それひどくない？でも堀川君最近ずっと学校休んでますよね。何かあったのかな。でもデートの約束とかはしてるんでしょ？日曜ね。なら大丈夫だよね。それにほらいつもみたいにサボってんだよ。気にしない気にしない、すぐ来るって。かまん、まあ、かっこいいしねそうだね、うん。どうぞ。どうしたんですか？珍しいですね。やっぱり私がいなくて寂しくなったんですか？いえ、違います。ちょっと聞きたいことがありまして。何でも話しますよ、僕のこと。違います、堀川君のことです。彼が何かしましたか？いえ、ここ最近ずっと学校休んでいて。らしいですね。レイジさん、堀川君のことをよく知ってるんですか？以前話してた彼とは距離を置いた方がいいって、あれどういう意味ですか？木ヶ里には鬼のトップである鬼頭が存在することを以前話しましたよね。はい。今の鬼頭は赤木という鬼で、その前は秋谷成政という鬼でした。堀川響はその息子です。彼は家計を嫌ってます。だから気が里でいろいろと問題を起こす。彼は必要となれば鬼であろうが花嫁であろうが誰でも殺す、そういうやつです。そんな風には見えなかったですけど。普段おとなしいから厄介なんですよ、ああいうタイプは。びっくりしたじゃない、驚かせないでよ。茜がいなくなったの。え？昨日の夜寮から抜け出してそのまま。警察には？先生がもう連絡したみたい。実家は？帰ってないんだって。古文書が示す場所はこの先だな。普通ただの地図はこんな複雑な暗号にはしませんからね。何かあるかもしれません。何もないかもしれないかな。納得したいんですよ、うん。
国一だ。ちょっと。これ見てくださいよ。観光8年。私たちが生まれる500年以上前ですよ。でもこれが破壊されたのは最近ですね。まるでここに何かが閉じ込められていて中から出てきたみたいだ。一体何が。それも重要な問題だが、あれを見ろ。この穴から何かが出てきて女を食った。そう考えるのが自然だろうな。そしてこれは鬼の花嫁だ。国さん、あの古文書倉庫で見つけたものではないですね。ああ、響きの依頼。響き。おお。お前、あの古文書って。なんだ、もうネタが割れたか。小堀鬼を復活させましたね。ここで否定してみてても意味はないだろう。そうだよ、その通りだ。なんともうっかりしていました。あの古文書を見た時、最初にそれを思い出していればこんなことにはならなかったのに。私がかつてあなたの父上の庇護役だった時、私は父上に見せてもらった古文書で小堀鬼のことを知りました。鬼の花嫁を食らう異形の鬼、すでに耐えて久しいと聞いていましたが。お前のせいで一人鬼の花嫁が殺されたんだぞ。おいおい、勘違いしないでくれよ。俺一人のせいじゃないだろう。誰か協力者がいんのか。お前らが協力者だよ。俺一人じゃあの古文書を解読できなかった。俺たちはさ、一緒に手を取り合って地獄の門を開いたんだよ。こういう危機的な状況の時に働くのが鬼頭の役割だろう。あれ、そういえば俺たちの鬼頭であるカキはどこにいるんだっけ。庇護翼であるレイジは知っているんだろう。このまま花嫁が食われ続ければ鬼頭の責任問題だな。まあ仮に俺が鬼頭として認められればさっさと終わらせるところだが。それが目的ですか。誰もが望んでることだろう。なあ国一、お前だってカキが鬼頭であることに気に食わないんだろう。とにかく早く手を打たないと、また花嫁が死に、花嫁が死ねば里に子供は生まれなくなり。あなたの言いたいことは分かりました。交流にはどこにいるんです。言いなさい。さあ、日ヶ里の全てを鬼にも連絡して、学校も全て休校にしてもらいました。鬼の花嫁には出歩くなと。そうか。小堀鬼の外見について分かったことはあるか。全く分かりません。こっちもだ。成増は何か言ってませんでしたか、小堀鬼について。
俺も話には聞いていただけで外見については何も、あそこへ封印したのは成政ではないし、とりあえず俺は響を見張ることにする。わかりました。私はもう一度森の中を捜索してみようと。頼んだ。お食事は？結構です。どうしたんですか？萌木さん、明日から学校お休みです。どこか家で待機していてください。それと、決して一人で出歩かないように。何かあったんですか？大丈夫です。すぐに戻ります。行ってらっしゃい。じゃあ、なんか夜食でも作って待ってよっか。うん。お前がそこまで怪我をするなんてな。100年ぶりですね、こんな深い傷。でかい相手でした。響はどうでした？動きはない。小五両二がそんなにでかければ一緒に動くと目立つだろうし、簡単にはコントロールできないだろう。響を監視してても無駄しそうだな。一人また犠牲になりました。響さんやってくれましたね。あんな化け物解き放つなんて、あれはまともにやり合っても勝てませんよ。じゃあ、切るか。ですね。ただいま帰りました。帰りなさい。どこに行ってたんですか？ちょっと調べたいことがありまして。
うしたんですかそれ。ちょっとクマに襲われまして。いおりちゃん、救急箱ある？我慢してください。今日は絶対に安静ですからね。仕事もダメです。お風呂で背中流してもらうのもダメですか？ダメです。もうちょっと優しく巻いてもらってもいいですか？これでも優しくやってるんですけど。メガネには消化のいいものがいいわよね。うん。マイギー。何？私、キガサと出ようと思うんだ。え？本当はね、マイギーがここに来る前からずっと考えてたんだ。レイジ様が花嫁を迎えたらここを出ようって。けど、やっぱり離れられなくて。でもどう頑張っても私が花嫁になれないことはずっと前からしてたことだし、それにここに長くいたらその時間だけ辛くなるだけだって分かったし、今まで意地悪してごめんね。麦、大阪にねおばあちゃんがいるの。それでねずっとうちに来ないかって言われてた。でもレイジ様のことが気になってずっと居ついちゃったんだよね。でも萌木だったらレイジさんのこと任せられそうだし。いおりちゃん、もしまだ萌木がここを出ていこうって気ならそれはそれでもいいと思うの。私は私でも決めたことだから。いつ？明日の朝一番で。急なんだね。まだ気が変わらないうちにね。堀川くん。おお、久しぶりだな。ずっと学校に来てなかったけどどうしてたんですか？なんか面倒くさくてな。茜さんがいなくなったんです。知ってます？いや、そういや最近連絡ないから振られたのかと思ってた。何かあったの？私も分かりませんけど。君ってレイジのところのお手伝いさんだよね？いおりです。いおりちゃん、こんな朝からどっか行くの？キガサ島を出て大阪に行くんです。そりゃいい選択だ。君は？迷子だってよ。こいつを家まで連れて行ってやる途中なんだ。意外に優しいんですね。いおりちゃん、またね。うん。なあ萌木、お前も一緒に来てくれない？俺一人だとなんか誘拐犯みたいだからさ。はい、別にいいですよ。
降ります。はい、高月です。ゆうりです。どうしました？萌木が堀川ってやつと。今どこですか？本当にこっちなんですか？ああ、こいつが言うんだから間違いない。ここにするか。休憩ですか？いや、飯の時間だ。なかなかお目にかかれないからしばらく観察したんだ。悪いな。よかったです。無事でいてくれて。ごめんなさい、一人で行動しちゃって。レイジさん大丈夫ですか？萌木さんが元気なら、私も元気ですよ。クニチ、なんで俺の邪魔をした？お前だってカキが鬼頭であることは気に食わないはずだろう。うまくいけばさらにカキを追い詰められたっていうのに。勘違いするなよ。俺はカキが鬼頭の器じゃないって言ってるだけだ。こんな化け物の手を使うような回りくどいやり方が気に食わない。ふん、じゃあお前ならどういう手を使うんだ？
俺だったら直接対決するから。本当お前は生真面目だな。つまらんやつだ。つまるつまらないの話やない。国一、俺に協力しろよ。お前鬼頭になってどうするつもりだ。少なくともあいつよりは俺の方がマシだろ。レイジ様、今まで本当にありがとうございました。それはこっちのセリフですよ。もし何かあった時はいつでも気が外に戻ってきてください。私はいつまでもここにいますから。はい、手紙書きます。お元気で。萌木さん、伊織ちゃんの声が聞こえたの。まさか。人間にだってすごい力はあるんです。ところで萌木さん、もうすぐ気が外行って1ヶ月経ちますから、あの件は。もちろん帰ります。でもあの時助けてくれたんで、もう1ヶ月延長してあげます。延長ですか。不服ですか。いえ、これでまたやる気が出ました。気合は入れなくて結構です。前に私の気持ちを確かめてもらって、いつまでも延長してもらうことにします。まあ頑張ってください。もちろんですよ。萌木さんは私の最後の花嫁ですから。最後ですか。ええ、誓います。あなたが私の最後の悩みです。いいんですか。後悔するかも。しませんよ、萌木さんなら。調子に乗らないでください。すいません、調子に乗りました。今日だけですから。はずの本、あの頃と何一つ変わらないんだけど、今は優しい気持ちになれる。動き出す電車の窓が君と僕を遠ざけてく。そんな日々も今ならもう笑顔で話せる。これからはもう君だけ一人、残したままで去ることもない。二人同じ駅同じ電車、同じ未来へ向かってる。どこまでもどこまでも続いてく道の上、そんな二人の暮らしが刻まれる。どんなに遠くても、どんな確率でも、僕らが出会えたこと、それは必然。そして一つになる君が笑顔になる。愛しい気持ち溢れる。
けばいくつもの思い出は綴られて、喜びと切なさはいつだって背中合わせ、会えない日々の不安とか気持ち何度も確かめたり、くだらないすれ違いも今なら笑える。あの頃いつも君に会う日を指折り数え過ごしていた、そして別れ際はいつだって君を泣かせたんだけども、いつまでもいつまでも君をただ守るから、僕を信じてずっとそばにいるから、願いが叶うとも祈りが届くとも、僕らがどうしてることそれだけでいい、世界が変わるとも時が流れるとも変わらぬ気持ちがここに、どんなに遠くてもどんな確率でも僕らが出会えたこと、それは必然、そして一つになる君が笑顔になる愛しい気持ち溢れる、願いが叶うとも祈りが届くとも、僕らがお上手ですね、カンナさん。ずっとやってましたから。あの、求愛の件はレイジさんの判断です。私はそれを咎める気はありませんし、何もせずにあなたを見捨てていたらそっちの方が問題です。それに珍しいものも見れましたので、私としてはよほどあなたを守りたいのだとほっとしました。萌木さん、それでいいんですか？鬼の寿命はとても長いんです。その間に何人もの花嫁を迎えます。そのすべての花嫁は鬼より先に年老いて死んでいき、私もいずれそうなります。最後はあの人が看取ってくれます。だから私は幸せだと思います。